This is likely to be one of the largest tornado outbreaks in our history. They lost their homes, they lost their businesses, and it's a tragedy. It's a tragedy. And we still don't know how many lives are lost or the full extent of the damage.アメリカ中西部や南部で10日から11日にかけ広い範囲で竜巻が発生し、ケンタッキー州では死者が100人を超えるとみられます。撮影をしているのは竜巻を追跡し記録する専門のカメラマン。 Still a large tornado. Wow. 稲光とともに浮かび上がったのは太く荒々しい竜巻。
さらに竜巻へと近づきます。 Oh, there it is. するとそこに Wow. Major RFD here now.巨大な竜巻が町を飲み込みました。アメリカ南部など6つの州で10日から11日未明にかけて竜巻が相次いで発生しました。ロイター通信によりますと、この竜巻でケンタッキー州のろうそく工場が倒壊するなど甚大な被害が出ていて、死者は100人以上に上る恐れがあるということです。竜巻は10日夜から11日にかけて30個以上発生し、南部や中西部の6つの州を襲いました。最も被害が大きかったケンタッキー州ではろうそく工場が倒壊するなどして、CNN によりますと死者は70人から100人に上る可能性があります。被害を受けたのはアメリカ南部中西部の6つの州で30個以上の竜巻が発生したとみられています。アメリカメディアによりますと、竜巻の影響でケンタッキー州にあるろうそく工場が倒壊しました。当時およそ110人が工場で働いていたとみられています。ケンタッキー州のビシア知事は11日夕方の会見で、少なくとも70人が死亡したとみられ、最終的に死者は100人以上になるだろうという見方を示しました。工場で働いていた110人のうち40人が救出されたということです。ろうそく工場の倒壊です。クリスマスを控え、工場は24時間体制で稼働していて、竜巻が直撃した10日の午後9時半ごろ、中ではおよそ110人が働いていました。これは被害に遭う前のろうそく工場の衛星写真。竜巻が通った後はこのような姿に変わっていました。夜を徹して行方不明者の捜索が続いています。イリノイ州ではクリスマス商品の配送で多くの人が働いていたネット通販大手アマゾン .com の倉庫が崩れ、少なくとも6人が死亡し、行方不明者の数はまだ分かっていません。当時はクリスマス商品の配送で多くの従業員が働いていたといいます。これまでに少なくとも6人の死亡が確認されていますが、当時は従業員のシフトが変わるタイミングで、地元の消防局は行方不明者の数すらまだ把握できていないということです。倉庫には当時およそ50人の従業員がいましたが、建物が崩れるなどして少なくとも6人が死亡したということです。今も行方が分かっていない人の捜索が続いています。 There's about 150 yards of the building, that were impacted by the tornadoThe walls on both sides of the building collapsed inward. The roof of the building collapsed downward. So, most of the weight of the building landed, centrally into the building. 当時、クリスマス商品の配送のため、多くの従業員が働いていました。これまでに45人が救助されましたが、シフトが変わるタイミングだったため、中にいた正確な人数は把握できていないといいます。アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏はツイッターで哀悼の意を表し、従業員や関係者への支援を続けると表明しています。イリノイ州では竜巻がインターネット通販大手アマゾンの倉庫を直撃、少なくとも6人が死亡しました。衛星写真を見てみると、3つある建物のうち1つが半分ほど倒壊しています。
老人介護施設も崩れ落ちました。建物の中は瓦礫で埋まり、庭に植わっていた大きな木は根元から吹き飛ばされています。こちらの施設では一人が瓦礫の下敷きになり死亡しました。なぜこれほどの竜巻が広範囲で同時多発的に発生したのでしょうか。アメリカは日本に比べると平野が広くて、大きな竜巻を引き起こす可能性のあるスーパーセル、超巨大な積乱雲が発生しやすい環境が整っているんです。アメリカで竜巻が多いのは5月6月なんですけれども、12月としては一般的には竜巻は少ないとされています。今ですね、12月としては記録的な暖かさにアメリカがなっていまして、その暖かさも竜巻が発生した原因の一つと考えられます。竜巻を生み出す巨大積乱雲スーパーセル、メキシコ湾からの暖かく湿った空気と北からの冷たい空気がぶつかって発生。それは回転を伴った激しい上昇気流を作り出し、竜巻を発生させるのです。メキシコ湾の海面水温を見ると、平年と比べ2度ほど高くなっているのが分かります。またこの時期としては記録的な暖かさだったところに強い寒気が南下した影響で、大気の状態が不安定になり、積乱雲が急速に発達したとみられています。これまで竜巻が集中して発生していたのは竜巻街道と呼ばれるテキサスからネブラスカにかけての中西部。しかし今回多発したのは東寄りのこのエリアだったのです。1個のスーパーセルに伴って竜巻は典型的には1個発生する。今回の場合はかなり広い範囲でとにかくそういうスーパーセルが起きやすい条件が整っていたので、仮に一時的に弱まったにしても、また条件のいいところに来ると発生するっていうことは起きても不思議はなかったかなと思います。 CNN によるとバイデン大統領はすでに救助隊を投入して支援物資を送ったほか、仮設住宅の支援も検討しているといいます。一夜明けると車も住宅も人々の暮らしは一変しました。 It's just unimaginable. I cannot believe it. My back door blowed in my face, the glass.So I went to the side to get away from that, and I can salvage a little bit, but I lost everything. 見えてきた惨状です。屋根、2階部分がえぐり取られた家々。そして、もはやそこにどんな建物があったのかさえわからないくらい破壊され尽くされた一帯。こちら幹の太さが1メートル近くはあろうかという大木がなぎ倒されています。そして住宅の2階部分は吹き飛ばされ、竜巻の威力のものすごさを感じさせます。竜巻は現地時間の10日夜から11日にかけて発生。多くの建物が被害を受け、中には原形をとどめていないものもあります。こちらでは車の上にトラックの荷台のようなものが乗り上げています。教会の中を映した動画です。あまり被害を受けていないように見えますが、カメラを右に向けるとピアノの向こうは壁や屋根がなくなっていて、空が見えていました。被害は広範囲にわたっていて、全容が分かるにはまだ時間がかかると見られています。 Everything around me is gone. It's just destroyed. 街の中心部でも原形をとどめている建物の方が少ないくらいです。
なんとか倒れなかったのは郵便局。ただ、その中は瓦礫だらけです。救助活動が続けられていますが、被害の全容はまだ見えていません。空撮の映像を見てみると、竜巻の進路に沿って直線上に被害が出ていることがわかります。300キロ以上にわたって被害が出ていて、日本に例えると直線で東京から仙台までの距離に相当します。ケンタッキー州では1万戸以上が停電し、街は暗闇に包まれていました。特に大きな被害が出たケンタッキー州メイフィールドの現場です。周辺では現在も停電が続いていまして、車の明かりのみで真っ暗という状況です。道路沿いの大きな信号機は根元からなぎ倒されてしまっています。そしてその奥、レンガ造りの建物も完全に倒壊してしまいました。レンガが粉々になるなど、竜巻の威力の凄まじさを物語っています。竜巻は全米で6つの州にわたって確認されていて、今後死傷者はさらに増える恐れがあります。ケンタッキー州の現場周辺では停電が続く中で寒さも厳しさを増していて、住民の方にとっては不安な一夜となりそうです。We believe our death toll from this event will exceed 50 Kentuckians, probably end up closer to 70 to 100 lost lives.